クリスティアン、ヤンチュイン、いやねー、チェガーチャル持ってっすよ。はい、ということで今回は第4話の感想です。もう感想は本当に一つです。BTS のデンジャーに関してはグローバルチームが勝ったと思っています。はい、で本当に悔しくて、やっと私の中でヤンチュインとチェン、ウィーゴンが応援する気になったんですよ。やっとこうなんか、あ、いい感じで、なんか超もうグループとしてめっちゃいいじゃんと思って、なんか応援してて、でパフォーマンス見て、あ、めっちゃいいじゃんと思って、ちょっと、あ、すげえ、めっちゃすごい、みんなすごいよっつって、いいよいいよって思ってたのに、なんか負けちゃって、なんかすごいもうなんかショックで、いやいやいやみたいな。あのボーカルでそのウィーゴンとイちゃんの対決で、まあイちゃんが勝ったんですよ。これに本当になんか納得がいかなくて、もうなんかそれを見た瞬間にもう4話は終わってしまって、なんかその、ま、本当はそれ以外にも喋ろうと思ったんですけど、まあそのバックドアとかのやつとか、いや、イちゃんのパフォーマンスでだいぶなんだろうな、評価が下がったような感じ。まあイちゃんくんは悪くないんですよ、今回に関しては。イちゃんくんは別に今回はちょっと残念だったんですけど、でもこうあれに関してちょっと負けちゃったのもすごい悔しいというか、もう残念だし、全部終わった後に、まあ、グローバルチームが一勝っていう構図、いやいやいや、なんかすごい、みんな本当にみんな良かったんですよね。みんな良かったというか、まあ、K も G もなんか自信がないメンバーとかもめちゃくちゃなんかそのステージ上でなんかまあ衣装を着てメイクしてステージに立ってパフォーマンスしてっていう、なんかそのアイドル精神というかアイドル魂を見たんですけど、なんかもう K が圧勝って感じで、なんかすっごいなんかもう興ざめというか、なんか茶番じゃんみたいな茶番じゃんこれと思って、いやマジで本当になんかすごい悔しい、いい気持ちになりました。はい、まあちょっと、まあまたこれもまあ Mnet の作戦なのかもしれませんけど、なんかもうおじさんはちょっと今回はかなりやられましたねなんかそのもう悪変というか、なんかやられちゃいました。はい、本当はもっとなんか話そうと思ったんですけど、なんかもうデンジャーに関して、デンジャーが本当にショックで、なんかもう今回は以上です